ネットでポチりたいです。今日突然思い立ってユニクロに行き T シャツを1枚買ってきたので紹介します。なんとなくかっこ悪い動画になりそうで、動画作ったことを後悔するかもしれないななんて実は思ってんですけど、まあ、とりあえずやってみます。買ってきたのはこちら、 UT グランプリ2023で激戦を勝ち抜いたという1枚。ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの4部門をテーマに世界各国からデザインを募集したということなんですけど、そんなことは全然興味なくて、単純にこの絵が好きで、多分 T シャツじゃなくて絵が売られてても買った気がするんですよね。とはいえ T シャツなんで一応説明しておくと、179cmの私が XL を着ています。 UT はお店に XL まであるんですね。で、最近の UT はしっかりした生地感なので白でも透ける心配あまりなさそうですねなんて一応 YouTuber っぽくやったところで、別にUT 買おうなんて今朝ユニクロのメールが届くまで全然思わなかったわけですよ。ストームトルーパーが戦闘服のヘルメットを脱いで休んでいるこの絵がほんと優しすぎて、なんかちょっとさ、最近っていうかここのとこずっと疲れてて、何年もそんなのみんなそうだし、わざわざ口に出すことじゃないなってずっと溜め込んでたんだけど、まあ、時々しーちゃんにだけはね吐き出したりとかしてたけど、でもまあ最近いよいよやばいなと思ってて、そんな時にこの T シャツ見たら少し心が軽くなって、気がついたら、まあ、ユニクロについてたんですよ。だからこれは T シャツというよりなんか薬なんじゃないかなって思ったりしてます。で、帰ってきてから調べてみたら、この絵を描いたのは台湾の方だそうで、個人的になんかいろいろ納得ですね。で、ユニクロといえばこの間メッセージの押し売りみたいな T シャツを発売してましたけど、こういうのが本当のメッセージ T シャツなんじゃないかなと思ったりもしました。まあ自分が弱ってるってことをわざわざ YouTube で言うんじゃねえよって、まあ、思うし、いい歳してかまってちゃんかって思われても仕方ないんだけど、そういえば自分は YouTube で人生の切り売りをしてるんだったって思い出して、まあ、なんかよくわかんないけど自分も戦闘服1枚脱ぎたいなと思ってこの動画を作っています。たまにはね、まあ、こういうのもやってきますよ。で、ちなみにこんな私は最近、日曜の夜ぐらいはと、だが情熱はあるとサンクチュアリー聖域を見ることでなんとかね持ちこたえることができています。どれもよく効く薬なので症状に応じて飲んでみてください。そしてこんな優しい作品の作者である台湾の方は一体他にねどんな絵を描いてるのかって気になるでしょ。だからインスタを見てみたら、いやちょっと話が違うなって感じになって、なかなか個性的な作風の方なので、概要欄に一応リンクは貼っときます。あとそうだ、あの古着屋さんで買ったウエスタンシャツ、これとかこのちょっとね破けてる、わざわざ破けてる帽子買ったんだけど、ちょっとこの辺のことも喋りたいんですけど、っていうか動画作りたいネタいっぱいまだ溜まってんだけど、あんま無理してもねあれなんで、楽しくやってきますんで、すいません、気長にお待ちください。よろしくお願いします。